遅かったな。途中でやぼ用がありました。申し訳ありません。貴公を待っている間にいくつかの知らせが入った。ソウル藩の動きが急だと。だがその詳細はまだ届いてはおらん。戦いになるのですか？わからん。しかし召喚状が。控えよエレラ。それほど情勢は切迫しているということだが、相手の動きが見えぬまま兵は出せぬ。それはセバールとて同じこと。ここの兵舎にて待機せよ。追って指示する。は。今宵はよく休め。次はいつ眠れるかわからんぞ。ありったけ持って行け。アーマーオーラーの装備再度確認せよ。クラック様、第二中隊装備完了いたしました。いよいよだな。は。なるほど、その女要するにクルダのセバールになっただけのことはあるというわけだな。だろうな。そう簡単にあれが手に入るとは思ってはいない。いかがなさるリーン殿。何がだファランクス。セバールが前線に投入されてくるとなると、ソウルファンの兵士たちでは何の役にも立ちません。ガナギーグに伝えよ。戦いに支援は禁物。セバールとの決着など考えるな。お前の任務を果たせ。ガナに何を。いい戦略を持ってきたのだな。許可した。それだけだ。いざとなればセバールはこのカイン・ファランクスにお任せ願いたい。ファランクス、流れ者のそなたにはわからんだろうが、ソウルファンは決して裕福ではない。土地は痩せ、商売にも血のりは悪い。さらに聖国に満ちる相馬の力もここにはない。ないもの尽くしなのさ、この国は。だがクルダ流交殺法が相馬の力を得るのと同様、このソウルファンにも切り札があるのだ。それは兵士全員が飢えた狼だということさ。貧しさか。
待て、深追いはするな。無益な殺生もな。小隊長、ものすごい数です。一時後方へ下がるしか。一等兵訓令。はっ。古田へ伝令に向かえ。我ジュラの森にてソウルファンの総攻撃を受け応戦中。援軍を来う。はっ。援軍はあのお嬢ちゃん一人でいい。必ず捨ててこい。必ず戻りますゆえ、お二人ともご無事で。黒田の傭兵は人にあらず。奴らは相馬の力を操る化け物である。聖国撲滅は今日まで机上の空論と言われ、時に揶揄されてきた。だがついにこれを実践する時が訪れたのだ。豊穣なる地と富を独占してきた聖国は滅ぶべし。聖国恐るるに足らず。まずは憎き聖国の一つ、隣国クルダの傭兵どもを血祭りにあげる。我がソウルファンの実力を示し、今こそクルダ2000年の無敵伝説を打ち砕くのだ。我らの豊かな未来のために。我らの豊かな未来のために。飢えと貧困に勝利するために。飢えと貧困